はい、皆さんこんにちは。別の方法を探そう。ちゃんとフランクに教えてもらえればよかった。もう少し粘ってみるけど、なんかいい方法考えてくれ。合点承知。さて、ライフイズストレンジ続きやっていきたいと思います。合点承知、ね、語りルームの語りです。とりあえずベースに帰還すればいいよ。それよりちょっと教えてほしいんだ。例えばの話だけど、美術室と理科室に入る状況で集めないといけないんですよね。鍵のかかったドアを開ける方法を作りたい場合、ちょっと何日かね間が空いちゃったので忘れちゃいました。どうしたらいいと思う？違うよ、ただ興味があって。スキップできないのか。さすがだね。いや、いいよ、大丈夫。バックアップ要員ってことで。じゃあすぐにやり方を送って。ごめん、映画の件はちょっとまだわからなくて。うん、ごめんね、ありがとう。多分クロエのは開かないから、こっちで何とかしないといけないんだろうな。ダメだよ、みんな起きちゃう。悪い、こっちはお手上げ。そっちは？ちょっと準備してくる。ここに隠れて待ってて。案外私が先にこじ開けてるかもよ。じゃあ勝負ってことで。さてで、ウォーレンでしょ。これだね。砂糖、ジュースの缶、ダクトテープ、塩素酸ナトリウム、これを見つけないといけないんだね。 OK。 あ、また来た。さて、その後混ぜ方だけど、これはまた後で見ますか。なんか爆発させるっぽいんだけどな。ウォーレンが科学オタクでよかった。材料を探してみよう。とりあえず理科室でしたっけ、そっち行ってみますかね。開けられんのか。ホルマリンの匂いって嫌い。ホルマリンの匂い、見る B マイナス。なんかがっかりだな。そういう私は落第ギリギリだけど。もうね、意外と成績が悪かったというね。あ、シュガー、砂糖発見。案外早く砂糖見つかりましたね。必要なものはあと3つ。ここは何て書いたんだ。超生物学。ああ、グロい。周期表というか、周期って何。懐かしいですね。落書き。自分でもいいとは思ってないよ。マックス、まあいいや。さて、本があるぞと。こっちから見れない。サイエンスブック。塩素酸ナトリウムは除草剤なんだ。先に言っといてよ、ウォーレン。除草剤か。ってことはここじゃないとこにある可能性があるね。用務員室とかそっちの方かな。水槽。みんな寝てる。起こしたくないけど写真撮りたいな。オンにする。写真撮りましょう。こんばんは、お魚さん。写真、なんか写真全部ね、撮り忘れないで撮るといろいろなんかあるっぽいんですけどね。多分撮り忘れてるところがあるのでダメだろうな。科学には疎いけど、これは絶対に塩素酸ナトリウムじゃないよ。塩素酸ナトリウム発見。うっそ。うわ、タバコ。電子タバコにすればいいのに。
まあ写真撮ってみますか。で、あの塩素酸ナトリウムどうやって取ったらいいんだ。わざわざ能力を使うまでもないよね。そこの椅子を持ってこよう。お、勝手に持ってきた。オッケー。よし、二つ見つけた。あと何でしたっけ。あれ、これ違う。ウォーレン、これか。あとジュースの缶とダクトテープ。あ、またなんか来た。爆死した。やっぱ爆発させるんじゃん。集中するからまた後でって。缶はどこだろう。とりあえずこっちの部屋に行ってみますか。ホラー映画のワンシーンみたい。この灯台は街のどこにいても見える。ネイさんの作品は気味が悪いけど独特の雰囲気がある。墓場だぜ。悲しい時でも世の中のいい面を見ようとしてたんだね。評論家マックス曰く、ダニエルは写真家よりイラストレーターの才能がある。ビクトリア、これすごくいい。こんな写真を撮ることができるのに、人としては。ダクトテープを探さないとね。タバコ？なんだこれ。ビクトリアのタバコ？ジェファソン先生は感心しないだろうね。なんか夜の学校って面白いですね。ちょっと怖いけどね。あった、ダクトテープ。いただきます。あとジュースの缶。残る材料は一つ。こんなとこに缶があるとは思えないな。トイレとかかな。ゴミ箱。ああ、ゴミ箱は触れないね。一応こっち確認するけど通れないよね。ケイトのロッカー、すごく寂しい感じ。ポスター、何のポスターだ。こんなポスターで材料を探した方がいいと思うな。さて、自販機。あー、ジュースを飲むのね。なるほど。ゴミではなく。普段飲まないけど手にありました。早くクロエの驚く顔が見たいな。さて、真打ち登場。これ試してみよう。ドカーン。ああ、もう作ったのか。派手に行こうぜ。混ぜるところもやるのかと思ったわ。火をいただけるかしら。たまんないぜ。うわ、マジかよ。さあ離れて。どの程度の爆発量。うわ、おー、マジ最高。やっちゃった。これじゃ警察と消防が来ちゃうって。どうするよ。え、これ巻き戻す。巻き戻してどうするよ。あ、待った。巻き戻さないで、これ中に入ってから巻き戻せばいいんじゃない。
そうすれば中入れるよね。というか何もないぞ。これじゃないの？あ、ここでドア開ければいいのか。アンロック。びっくりじゃん。どうぞ上がってって。魔法かよ。どうやって入ったんだ。教えろよ。友達のおかげかな。よし、早く始めよう。力に頼れるのはここまで。はあ。道理で鍵なんかかけてるわけだ。どれもこれも高そうなもんばっか。悪趣味だけどな。なんだこの鳥、ほんと趣味悪い。退学になってよかった。それって校長の趣味が良ければクロエは退学にならなかったってこと？ほっとけ。私は机の上の書類を渡る。さて、じゃあ探してみましょうか。この椅子、ダサいけど座り心地は最高。なぜかああいう椅子ですよね、校長先生とか。マックス、分かってるよな。レイチェル、ケイト、ネイサン、誰でも、何でもいいから手がかりを見つけよう。任せといて。さて、オンにする。あ、ウォーレンから来たよ。なんだウォーレン、邪魔なんだけど。鍵は、あれ、バレてるじゃん。ケイトのことがまとめられてる。気弱で優しくて学校では浮いてた。動画は彼女の同意なしにインターネットに投稿されており、結構真面目に調べてんじゃないですか。あとファイル2つだね。絵の具をこぼしたようなひどい。ファイルあった。山積みになってる。山積みになってる。そんだけかい。おかしい、こいつの記録に問題点がないなんて。慕われています。なんだそりゃ。自分のファイルだ、読まなくないわけがない。マックスと呼ばれることを好みます。大きな可能性を秘め、やっぱ写真はいいんだね。彼女の成績はムラがあり、本人ももう少し努力すべき。うわ、もっと自信を持って。ブラックウェルの警備と対立していましたが、本日友人のケイト・マーシュが屋上から飛びるように止めようとしました。引き続きと、これは具体的な提案というよりもクラスメイトの意見のようです。なるほど。次、どうせ優等生って書かれてるんでしょ。常に優秀な成績をキープ、写真家という目標にふさわしい。ボルテックスクラブをはじめとするバックルへの高く評価されています。ウォーレンに犯罪歴がないか確かめないとね。科学科にふさわしい、非常に優秀な。前 B マイナスじゃなかったっけ。いたずらを仕掛けているという訴えもありますが。
ということですね。ファイルはあと一つ、きっとどこかにあるはず。キャビネット。レイチェルは特に問題を抱えてなかったみたい。警察の捜査についてはあまり記載がないな。最も優秀な生徒の一人。レイチェルの調査が公式に終了した。何も得られなかったって。警察では謎が増えてしまったようです。限界だとか言ってるわ。これじゃ退学にした校長を責められないよ。本当に不良だ。おっと、クロエ、彼女問題行動を収めることありませんでした。宿題をほとんどせず、ほとんどの教師に対して好戦的不適切な発言や仲間の生徒一斉な態度で何度もこんな引き起こる。おほほほ、すごいね。可能性なり優秀な生徒であるにもかかわらず、わざと反抗しているようにもいます。なるほど。さて、これで全部揃ったんじゃないかな。これで全部見つけたはず。クロエに合流しよう。いや、その前に何か見るのがあるぞ。姉さんの父親も人を脅すんだね、カエルの子は。もちろん姉さんに謝罪も書かせた上で考え直します。中断せざるを得ないと考えております。またケイト・マーシュに起こった戸惑っていることはありますが、復学させてくださるのであれば。復学ね。もし署名してたら違う結果になってたかな。あなたがこの新しい監視導入中止を訴える。しかし今回の件で監視カメラの議論の的になることを認識しましたし、これなんかどっか証明するとこあったのかな。監視カメラがまた進めば、もしかしたら別な結果っていうのもあったかもしれないよね。悪くないっつってるよ。これは何だ。この学校の校長なら無理もないよね。酒か。よし、じゃあクロウに合流しましょう。マックス、ちょっとこれ見てみろよ。何が見つかった。レイチェルが麻薬を所持しているとネイさんが訴えた。私に悪影響が及ぶと考えたクソ親父もそれに同調しただと。デイビッドとネイサン・プレスコットが組んでるならまずいね。ネイサン・プレスコット三世、大した名前だぜ。プレスコット家はネイサンの本当の記録を金でもみ消したの。学業不振、教師からのクレーム、謹慎処分。私よりひどい。とりあえずネイサンは停学になったけど、そっちのノートは開いて。ただの落書きだろ。違う、ほら、レイチェルは暗い部屋の中、暗い部屋の中。何これ。それが永遠と。イカれてる。どういう意味なんだ。姉さんはマジでおかしい。絶対にレイチェルの失踪に関係してる。これを見て。デイビッド M はいつも聞いてくる俺の頭の中のことを。デイビッド M が従うルールに俺も従う。何なの。こいつらグルなんじゃないのか。相当来てるな。デイビッドはケイトや私に絡んでただけじゃなく、レイチェルにも嫌がらせしてた。ガレージにあるあいつのファイルを調べるしかないね。おお、そっちか。情報は手に入れたし、さっさと帰ろう。でもその前に手土産を。手土産。この椅子はダメだからね。心を読んだのか、それとも私が椅子を盗もうとして巻き戻した。そんなことしなくてもわかんじゃないの。親友だから考えてることくらいわかるよ。もう出た方がいいよ、調子に乗りすぎ。おっと、これは何かな。マジかよ、金だ、ラッキー。
社基金にしては大金だね。5000ドルある。今夜中にフランクに金を返せるぜ。5000、5万、50万ぐらいか。収まるだろ。なんだよその顔。まさか巻き戻して独り占めする気か。今日よりはマシだけど。いやこれどうする、どうしますかね。まあクロエにここは恩を聞かせて盗んじゃう。後でバレていろんなことになるのも嫌だけどね。正しい人なら盗まないのは間違いない。でもゲームだしね。ここはこっちを選びますか。フランクはレイチェルについて何か知ってる。お金があれば引き出せるかも。もっと深かった、マックスの方が。残りの金でポートランドまでドライブだ。散財するぞ。タトゥー、ビール、ドーナツ、パウエルズで本も、あとストリップクラブなんてね。でもいいかも。お金を取ってしまって最低の気分。確かにね。授業中に机を投げる。椅子じゃなくて机なんだ。すごいね。レイチェル・アンバーが、から証拠はまだある。変なデータだね。とりあえず戻りますか。嫌な予感がするな。何？人泳ぎだ。今ならプールに誰もいない。泳ぐってこれ以上無茶する気？帰った方がいいって。今週は散々だったし、少しはハメ外したっていいだろ。どうせ仕事は終わったんだ。金も手に入れたしさ、ちょっとだけだって。そうだね、気の緩みが大丈夫かな。いい行くのか、マックスも。お、いいノリだ。だんだん染まってきたな。よし、セーブしましたね。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次はプールかな。だいぶ証拠がね、集まってきましたね。今後どういう展開になるのか、お金を盗んだのがどういう展開なのか、ちょっと心配ですけど、まあこの辺で終わりにしたいと思います。それではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。そんなことより温水プールだ。見つからないように用心しよう。